頼むよ。準備は？ええ、ギリギリ間に合った。敵はリオワナイ沿いに偵察部隊を配置してる。全戦力集結か。もう時間がないぞ。出発しよう。ゾーナドスに着いたら俺がコアを何とかする。で、嵐が消えたら私がコアからイヤパネットワークにアクセスし防衛用濃度をダウンさせる。よし、シェルドン一緒に来い。コアの防御システムはどうなってる？防御してるに決まってるだろう。磁気ロックで固定されたシールドがあるけど、そいつは中に入ればなんとかなる。頼まれてた武装を追加しておいた。きっと役に立つわ。うん、50口径の砲か。他には？秘密。また後で。行くか。懐かしいな、アミーゴ。こんなんで落雷から身を守れるのか？当たり前だろ。でなきゃ俺がこんなところに陣取ってこんな金属の塊に抱きついてるわけないだろ。鍵は持ってきたんだろうな。電源を落としてドアのロックを解除するんだ。ボートを頼む。
電機を一つ破壊。残りも壊せ。そしたら出られる。全速前進だ。うせろ。シェルドン、ビビってんのか。ちょっとな。でもスリル満点だ。俺たちはあのイオンコイルをサンダーバージ号の砲に接続する方法を突き止めた。俺たちっていうか俺がな。ミラーただ俺のアイデアをまとめてくれただけだ。どうやるんだ。知るかよ。停電かがどうとかだ。ミラー、そうすればボートのイオンコイルが落雷を吸収し、その稲妻で攻撃できるようになる。名付けてサンダーガン。調子に乗るんじゃない。ゾーナドスター、あの壁を飛び越えるにはもっとスピードがいる。イーハー。ゾーナドスを守っている飛来神を下ろして、コアを破壊するにはそれしかない。
心を破壊。